サイベートルーム飽きない TV ずっと笑ってよ。はい、やってまいりました。今日はもう一回カーチョウだ。今日なんか違うな。カーもうちょっと長めにちょうだい。とか口紅をピンクにする。もういいよ、もう遅い。早く、早く、せーの。かーやってまいりました。カーを長めに今日はやりましたけれども、今日ここはお台場にやってまいりました。お台場です。今日はどこにやってかったかと、今日はどこにやってきていたかというとちょっと待って、もう一回。今日はどこにやってきたかというと、ここお台場、ここはですね、チームラボにやってまいりました。大事に取ります。チームラボやってまいりましたので、これからチームラボに行ってみたいと思いますので、よろしくお願いします。何、チームラボって何ですか。なんていう、どんなところ。チームラボはですね、ちょっと進めようぜ。チームラボやってもらいました。さあ行きましょう。どんなところ。ちょっとわからないです。わからないんだ。ちょっと勉強不足でして。そうだね。チームが多分いると思います。チーマー的な。チームラボにチーマーがいるんだ。チーマー的な。ボン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 みたいな感じ。いるわけだ。はい。ボン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 みたいな感じ。いるわけだ。はい。あるって聞いたんで、はい、ちょっとわからないんです。勉強しないで来たんで。チームラボ、まあいいんじゃないの。まず大体これは一体何なのかが私分からない。映画館みたいな。映画を見に行くの。全然分かんない。これ何。うん、どうぞ。私の大好きなやつだ、これ。私これ大好きなやつだ。プラネタリウムだ、これ。ちょっと待って。うわ、プラネタリウムだよ。
お台場の次は、豊洲の地区行きます。毎日行きたい毎日行きたい。流星の頭が流星の頭が光ってるよ。流星の頭が光ってる。流星の頭が光ってる。流星の頭が光ってる。光ってる。光ってる。もうめちゃめちゃ楽しかったね。じゃあね、皆さんもぜひ行ってみてください。バイバーイ。